ちょっと待ってくれ。キリト君、どこで知り合った子なの？詳しく教えてくれるかな。キリト、お前という人は。違う、俺は知らないぞ。ひどいよキリト。私たちあんなに仲良かったじゃない。私だよストレア。この格好するの久しぶりだから忘れちゃったのかな。ストレアさんでいいのかな。本当にキリト君の知り合いなんですか？何言ってるのリーファ。私たちも一緒に戦ったり遊んだりしたじゃない。ええアスナもアリスもユイだって。もしかしてみんな私のこと覚えてないの？嘘をついているというわけではないようですね。だとしたら私たちみんなが記憶喪失になっちゃったとか。可能性としてはゼロじゃないかもしれないけど、そんなことってあるのかな。もしそうだとしたらユイちゃんやカーディナルさんが分かりそうなものだけど。すみません、私もストレアさんという方には覚えがありません。な、ストレアさん、申し訳ないけど俺たちには君の記憶がないみたいだ。そっか。ただ君が嘘をついているとも思えない。もしかしたらこの世界の仕組みのせいでトラブルが起きている可能性がある。だから俺たちとどんな関係だったのか教えてもらえるか。うん、わかった。それと私のことはストレアでいいよ。わかった、ストレア。それじゃあ何から話したらいいかな。で、私とキリトはずっと一緒だもんね。アインクラッドの76層で出会ってからずっと。それは確かに長い。って、アインクラッド76層ですって？まさか、そんな。俺たちは75層でヒースクリフを倒して。そう言われても、それが本当に私とキリトの出会いなんだよね。アインクラッドでも他の世界でもいいコンビだったと思うんだ。私まで SAO の中に入っちゃったなんて。無数に存在する可能性の一つがこの空間に現れたのでしょうか。だとしてもそんなことが。しかし現実にここには我々の記憶を持ったストレアが存在している。ありえないなどと考えても仕方ありません。それよりカーディナル様がおっしゃる異変にストレアが関係しているかもしれない。私はこちらの方が気になります。異変ねえ、私は気がついたらここにいたからよくわかんないけど。ああ、そうだな。今ここで考えても答えは出ないだろう。そうね、この辺りを調べれば何かわかるかもしれないし。ということでストレア、よかったら俺たちと一緒に来てくれないか。もちろん、キリトたちと一緒なら私も嬉しいよ。もしかしたら私は別の世界に来ちゃってキリトは私の知ってるキリトじゃないのかもしれないけど、でもこっちの世界のキリトやみんなとも仲良くなれたらいいなって思う。だからよろしくねキリト。それにみんなも。うん、こちらこそよろしくねストレアさん。キリト君、この先をアリスさんと少し見てきたんだけど、モンスターがかなりポップしているみたい。森から魔獣たちの痕跡を追ってここへたどり着きましたが、どうやらこの先に原因がある可能性が高いようですね。ありがとう、アスナ、アリス。そうなるとやっぱりこの迷宮区の奥に住むしかなさそうだな。ねえキリト、さっき言ってた異変って何なの？ああ悪い、ストレアにはまだちゃんと説明してなかったな。実はこの辺りでモンスターが異常発生しているらしい。
ストレイも出くわしただろ。うん、確かにモンスターはたくさんいたね。でもみんなどっかに向かってるみたいだったよ。私はあいつらの進行方向にいたから巻き込まれちゃったんだ。モンスターたちに襲われる前、ストレイはどうしていたんだ？どうやってこの世界に来たのか覚えてるのか？それが覚えてないの。気がついたら一人で森の中に立ってて、だから慌ててみんなを探して、そうしたらキリトを見つけて、やっぱり助けに来てくれたんだって嬉しくなったんだ。私が困った時はいつでも助けてくれるもんね、キリトは。おい、だからそれは多分俺じゃないんだってば。ああ、そっかそっか。でもいいじゃない、キリトが私を助けてくれたことには変わりないんだし、これはそのお礼だよ。キリト、注目のあるところでお前は何をしているのですか？キリト君、向こうのストレアさんとは随分仲が良かったみたいですね。もちろん、お姉さんの魅力にキリトもメロメロだったもんね。お姉さんの魅力だから、そのキリトは俺じゃないし、メロメロだった記憶もないんだってば。ストレアもそんなにくっつかないでくれ。ここは迷宮区の中なんだし、いつ敵が襲ってくるかわからないんだから。はーい、パパの言う通りです。前方に複数の敵の反応があります。よし、みんな先頭に備えろ。精一杯頑張るね。よろしくね。ストレア、真面目に戦うのですよ。ストレアさん、あんまり無茶したらダメですよ。ひとまず敵を倒しつつ奥に進む。敵がいる。みんな十分に注意してね。ストレアも任せて。
you
下のフロアに続く階段があるわ。どうやらもう少し調べる必要があるみたいね。先に進む前にストレアさんのことをカーディナルさんに報告した方がいいのかな。確かにストレアには先にカーディナル様と会っていただくという手もありますね。へえ、私だけ一人になるなんてやだよ。キリトと一緒にいる。まあストレアは知り合いもいない状態なんだ。腕が立つことは分かったし、一緒に来てもらってもいいんじゃないか。私もそう思う。一人で帰るのはちょっと危ないしね。ありがとうキリト。それにアスナも。よし、それじゃあみんなで下のフロアに降りよう。気をつけるんだぞ。